常連のお客様に今日リノですかって言われたんで、極力引き換えたいとは思いますけど、手詰まりの時にはリノ行きます。よし、お願いします。はい、ありがとうございます。よし、頑張ろう。あ、ちゃんとポスターが貼ってくれてますね。あ、リノがある。リノうわ、結構広々してますね。うわ、めちゃくちゃやってくれてますね。さあ、どうしよっかな。バジスリーもいいな。やばい、みんなもう埋まっちゃいますね。前日回数ついてるんですよね。5000ゲームか、結構回ってる。まあでもここ行きますか。ここ前日4スルーなんで、まああわよくば変更されてなかったらもう一発目の PC からチャンスなんで、頑張ります。はい、それではスロ散歩第57回目ということで、私ボンバーリーターの2度目の出演ということで、本日頑張っていきたいと思います。本日の目標は買っていっぱい買って美味しいものを食べるというテーマで頑張っていきたいと思います。さあ、まあ朝一はバジリスク絆ということで、僕9番に入場したんですけれども、まあ、続々とですねバジリスク絆コーナーに皆さんやってきてですね、もうほぼ空き台2台しかない状況なんですけれども、もう一発目の BC で AT 入ってる台が 1,2,3,4,5,6 台、打ってる人が 2,4,6,9 人中6人、まあ、僕除くと8人中6人が一発目の BC で AT 入ってるということで、まあおそらく、まあ、設定変更はしてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、本日は長野県佐久市のパーラーバビで佐久店さんで実践しておりますけれども、まあ、僕高校時代、まあ、ご存知の方いるかと思うんですけれども、まあ、僕は中学高校と野球をやっていたんですけども、その時ですね、高校のその会長っていうのかな、まあ創始者なんて言うんだろう、経営してる方が、別荘を持ってるんですよ、長野県で。その別荘の横に野球場専用グラウンドがあって、それが軽井沢にあるんですよ。ただ軽井沢で、まあ、合宿、まあ、地獄の合宿ですね、まあ、苦しい思い出はたくさんあります。なんかその周りがですね、坂道になって下ったり登ったり、もうすごいぐにゃぐにゃした感じのコースをですね、試合に負けたら、練習試合で負けたら走るとか、もう結構長野県には辛い思い出があります。何にも引いてないので、おそらく長考でのリップベルかな、なので 青衣色か赤衣色が出てくる、当たってれば、当たってれば OK、 超広角でのおそらくリップ用は押し順ベルですね、青。まあ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 、超広角での試食ヒーロー、さあお願いします。チャンス目2回引いております。ジャックカットイン、ボタンゼロ、連打出ない、ダメ。チャンスアップだけ。まあ、朝一の
朝一前立かなと言ったんですけれども、今僕の台と右側の台がですねちょっと出遅れてる。まあ、もちろん設定変更時リセット時にはまあテーブル再リセットされるので、まあ、朝一にはそんな気にしない方がいいとはいえど、なかなか PC が当たらないっていう台はちょっと怖いで、 PC 当選率もそのモード A から E で、やっぱモード A より B、 B より C、 C より D、 D より E っていう順番に当たりやすいので、でモード A にいると、まあ、BC の当選率が、まあ、150分の1前後で、 E になると、まあ、90分の1前後ぐらいになります。なので今時峠、まあ、広角にいるかもしれないという状況でクロスの巻物、これは結構 BC には期待できる。これで何も引いてなきゃ OK、 大丈夫だ。3回目で告知かな、4ゲーム目。ウーハー鳴った、ウーハー鳴ったよ、ウーハー鳴ったらここで移植が出てくれば AT 確定、同色だとは僕は思います移植でお願いします。おっしゃー OK、 これでとりあえずウーハー付きだったのでAT 当選は確定なので玄之助でいきます。よかった、ここでもいいよ、ここでもいいよここでも、ここだとキス寄りによっちゃうよ。まあゼロだろうね、もう8割9割型どの設定でもゼロ告知が選択されると思ったんですけど逃げ気派なので、今のところ空数寄り、あらばあらば、 BGM がこちらなので下手したら初当たりストックありだったとね、高設定報道初当たり PAT の時はストックを持ちやすいので、ストックありなので下手したらおぼろスタートもある、ない OK OK OK、青広角来た、まあ、2連目は喫茶広角来やすいので、まあ、ラッキーっちゃラッキーで、なおかつ継続ももらいなのでよかった。これ巻物引いて重いとかやだなやったくせえな、やったくさいよな、なんかやったくせえ、やめろここつくな、やったくせえ1ゲーム早いんだよ1ゲーム、ほんとによ、はあ下手くそ、ね、ああよる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 、つまぜり合いだったらあるない、はい、もったいない BC でした。嘘でしょマジかマジか、今ねリール止めた時赤い同色が下に止まったから、ええとは思ってたけどごめんなさいやっちったよ、
5000枚出す。しゃーっていうのかな、手止めたかったな、おっと思えばよかったな。5400分の1、やっちゃいました。時刻は11時48分、まだ実践時間まで約5時間ぐらいあるので、時速2000枚出るので、とりあえずまあ終わりまでやろうか。まあフリーズの恩恵としては 80% ループ 50%、 66% ループが 50% で、周限1個以上が確定で、 66% でも 80% でも周限1個の選択率が 37.5% と 37.5%、 まあ 75%、 4分の3は周限1個で、2分の1は周限2つあるので、まあ、66% 継続なのか 80% なのかが1対1で、周限1個なのか2個なのかが、まあ、4分の3と4分の1なので、一番理想なのは点線スタートしてくれること。ただあの揃った時にコンチオンがなかったので、まあ 100% になるとは限らないですけど、ここもったいないんだよね。まあ乗ればいいっすけど、 OK、 ここで点線が走ってくれたらもうありがとう。あー、おぼろかー、おぼろはわからん。引くかんな、負け者引くかんな、待ってろよ。怖え、マジ怖え。おお、ベルしか来ねえぞ。あ、当たってる、当たってろ、当たってろ、おお、当たってろ、当たってろ、ベルで当たってろ。あ、ほんと当たってて、これ逃しちゃうのやばい気がする。 OK、 やったね。何も引いてない、何も引いてない。ゲームそう一戦。うわ、何も引いてないで当たってんの本当嬉しい。引ける自信なかった、実際。あった。目標は10押しで、目標は5000枚なんで、うわ惜しかった。ベルしか引けないよ、大丈夫。こんなもんですよ。マジで。間違えちゃえ。7、5。あー、一歩ですね。僕の予想は 66% の周辺1個。おーっせーよ、バカ。これからは分かんないやつ、もうストックはないです。もう諦めてます、すいません。頑張れよ。もうダメ、もう絶対ダメ、終わり。
ちゃう。奇跡の奇跡の 80% ループないかね。奇跡の 80% ループ1ゲームでいったからワンチャンある。いやいないな、いるかな、いてほしい。ただ長いんですよね。あーやっぱいない。ダメな気がする、マジで。おお、やっぱ 80% だろこれは。ストップしてるあれもないんで、おそらく 80%。 あーよかった、あと変わってねえんだけどな。オッケー、よかったー。イエス、なんとか2000枚は超えましたけれども、 80% 継続、 50% を引いてよかったと本当に思います。ただここの継続は本当に危険。うわー、いった、チャンスアップ出ればある。避けろ、うわー、詰まってる。BC もあるぞ、 BC もある、この当たり方は BC もある。よし、乗り切った。ここマジで危なかったですかね、今乗り切った。ここで今最悪、同色出てこないかな。7対6、あと3つだよ。後ろ、あーこれは危険なやつ。あと3つ、エンディング行かしてくれ。あるよ、無限応援あるよ、何回。まあでももう間違いなく 80%。 ビシ当たれ、当たれよ。あと2つお願い。頼む、つばせり合い、避けろ。瀬戸際、おーやっぱダメだったか、ボタンも出ない、マジか。あと2つ、とりあえずメモっておきます。いやーマジでさー、まだですって言ってよ、おもろさん。もやもや。さっきあと2連だもんなー、マジで。あれ今さりげなくウーハー鳴ってたかな。勘違いかな。
勘違いじゃなかったら AT 確定なってたくさいんだよな。ボタン出る、ほらやっぱ鳴ってました。入りがめちゃくちゃいいチャンス目1回だもんな。うわー、おぼろさん。オッケー、ありがとう。あざす、あざす。これ多分下手したら6ありますよある、消えろ消えろ。乗ってきました。中文字だけ出たけど OK、 ナイス 50%、 ナイス 50%。 はい、ということでバラバビで作店さんの店内をちょっと散歩したいと思います。さあ、もう夏らしい、まだ夏じゃないですけど、お気どきから2箱勝ち盛り出てますね。あ、もう絶好調、僕の背中側の台の方が絶好調なんですよね。右から2番目勝ち盛り4つで、しかもまだ AT 中、しかも BC ゲットで、角のお客様もずっと粘ってるで、真ん中のお客様も結構変わってるんですけれども、まあ入りはいいで、そしてここ2つも箱使ってるということで、背中側かな良かったのは、まあ、僕の台も悪くはないですけど、ただ僕の列も、まあ、僕はフリーズですけども、内角2番目の方も3箱か地盛りで、内角の方も人変わってからもうすでにもう1箱近く持ってると。そしてクランキー、うわーいいねちょ、待って待って、角から合算98分の1真ん中89分の1、その内角80分の1って、ちょっとこれめちゃくちゃ面白いセレブなやつだよ、すげえな。で花火1箱半、地帯飛んで半箱1箱、そして内角も1箱近く持ってるということで、花火すごいね。そしてマイジャグレギュラーめちゃくちゃついてる、7の19で、そこをまた2つ飛ばして16の17で、ランチ中ですけれども1箱持って11の7固めて入れるのかな。はい、そんな感じでゆるくですね店内の方を散歩しました。まあ、パチスロコーナー20円と5円スロットコーナー見たんですけれども、まあやっぱり今日は良さそうだなっていうのはアクロス、そしてバジリスク、まあユニバ系の機種で、あとはジャグラーにもいい履歴があったりと、バラエティーコーナー、そして5円スロットコーナーもですね結構出玉を持ってるお客様いたので、パラバビで作店さん長野県に来た甲斐があると思います。ぜひですね、次回スロ散歩誰がやるのか分かりませんけれども、その時は来た方がいいかもしれませんね。はい、エンディングということで、第657回スロ散歩ボンバーリータの回でですね、今日のテーマは大勝ちしてうまいもん食うぞという感じでですね、実践はこんな感じで終わりました。ただですね、最後ちょっとまあハマってしまって、まあ、351ゲームまで BC ハマったんですけれども、まあ、その後三日月おぼろ BC で三日月確認してやめたというところで実践が終了してます。ちょっと気になると思うんですけれども、その辺をちょっとツール出してお見せしたいと思います。ドンということで、まあ偶数より、まあ、BC が、まあ、赤と青を合計23回引いて、赤が16回で青が7回で、通常時1188ゲーム回して謎当たりはなかったんですけれども、まあ、非常に AT の入りがいい、まあ、いい
テーブルが選ばれているという感じでですね、まあ、非常に優秀だったんですけれども、多分このツール2がバッて振り切っちゃったの理由は、まあ、弱チリ確率が悪かった、まあ、これがまあ45分の1で、まあ、1と2の近似値になってしまったということで、まあ、ちょっと風強いんですけども、まあ、これで2が振り切っちゃったのかなと思います。ただ他のところの要素としては、まあ、結局3000ゲームしか打ってないで、通常時も1000ゲームちょっとしか打ってないということで、ぶっちゃけまだわからないです。いい台の可能性もあります。しかもバジリスク絆のコーナーが結構優秀だったというところで、まあいい散歩ができたんじゃないでしょうか。でですね、そのバジリスク絆で獲得した枚数がこちらです。ドン、投資が624枚で買い得が3654枚で、収支プラスのですね3030枚よということで、3000枚あればちょっといいもの食べれるんじゃないでしょうかね。それでは皆さんもですね、パーラーバビで作店さんにお散歩しに来てください。それではまた、さよなら、バイバイ、やったぜ。